やっと来たわね。まったく。来た。ごめんなさいって言わせてやろうかしら。アンデサ、こっちの親切で便秘を解消してやろうと思ったのに。先輩、ちゃんとバナナパフェ出してきましたよ。アンデスト、どこの口がそんな舐めた口聞いてんのさ。うわ、くさ。アニさん、やることがないのよ。こんなの呼ばわりされてますよ、先輩。しつけをしておかないとダメみたいね。何指さしてるのよ。それは大変です。あ、まゆまゆ今さらりとひどいこと言った。え、そんなことないですよ。そこはかとなく頭にくるわね。アンデサ、アンデスト、私は別に背のことなんて気にしてないさ。私は大きくなりたいです。いやー、クランクランしまふそ。そんなこと誰がするか。どこ行くさ。バカ言ってんじゃないわよ。あんたはあれを片付けることが決定してるのさ。
お休みは何曜日ですか？土曜日なんですか？かたじけない。バリバリオッケーです。今度の土曜日にお祭りがあるんですよ。行きませんか？お祭り行きましょう。約束まだですから行きましょう。楽しみです。まことか？ですがポスターには華麗に打ち上がってました。はあ、花火ないんですか？橘町のお祭りでしたら今年から花火がありますよ。本当ですか？はい、店としてその話は受けてますから間違いなしです。
きです。いたたたたたです。先輩からの伝言です。行くかボケだそうです。なさいましたか？はい、気にしません。ですが、先輩が…お前が来い。財布役で喜んでいくアホがどこの世界にいるんじゃ、ボケ。なんですと。二度言うなや。なんですと。くむ、行きゃいいんだろうが。先輩、嬉しいです。感激です。お前なんて猫のうんこ踏め。何してんの？待ちなさいよ。彼氏ってさ、結構
趣味マニアックなのね。私ほどの女を逃すなんて偽善もいいとこと思ったけど、ま、趣味の違いってことだったのね。この前のことは許してあげるわ。もう行かなきゃ。んじゃあね。こんにちは。そう？それはごめんなさい。そう、寝不足かしら。いやね。今日は行っていいわよ。鈴宮さんのところ、私は1時間ほど前に行ってきたの。ええ、これからは自由に言ってくれて構わないわ。何かあったら報告してちょうだい。
鈴宮さんの記憶はだんだんはっきりしてきたし、毎日私とあなたが揃っていったら不安になるでしょ。そう、実は私は何かとんでもない病気なんじゃないかってね。もちろんこのまま順調にいってくれることが前提なわけだけど、少しずつやり方を変えていかないとね。いずれはどうしても自分で気づいてしまうと思うわ。でもその時が来るまでは無理に教えたりはしないで。どうぞ。いらっしゃい、高雪くん。なんでもない。ちょっと。あ、待って。大丈夫だから。時々ね、なるの。時々頭痛がするの。あんまり考えすぎるのがいけないって言われてるんだけど。みんなどうしてるかなとか、受験のこととか、いろいろ。うん、少しすればよくなるから。でも考えちゃうんだ。一日中こうやってただベッドに寝てるだけだから。私こんな風になっちゃうからテレビも本もダメなんだって。でも考えちゃうよね。一応受験生なんだし。
だって。そうだね。うん、何も考えるなって。そうだけど、もういいよ。考えすぎると頭が痛くなっちゃうよ。え？絵本、私好き。夜空に星が瞬くように、私のね、好きな言葉、溶けた心は離れない。たとえこの手が離れても、二人がそれを忘れぬ限り、そうだよね、高雪くんだよね。おまじないしたよね。私、高雪くんとしたよね。誰かと、私、誰かとこのおまじないしたの。でも、それが誰だったのか、夢だったのか、よく覚えてなくて。きっと高雪くんだって、そう思ってたけど、怖くて聞けなくて。ね、したよね。
大丈夫。高幸くん、でも怖い。私怖い。私何かとても大切なことを忘れてる気がするの。それが何かはわからないけど、とても大切なこと。